投票で来ましたよ。みんな見てください。みんな見てください。みんな見てください。黒票で来ましたよ。これやめちゃうスイッチだ。これやめちゃうスイッチだ。これやめちゃうスイッチだ。皆さんおはようございます。あのですね、今日はね、久々のスーパージギングにやってきて、スーパージギングのね、あの次、スーパージギング、スーパージギングっていうのは、まあ僕が勝手に名前つけたんですけど、まあただのジギングの次、ただスーパーってつけただけです。どこで勝手に今思います。ちゃん、どこで釣りするの。あ、今日はですね、去年まあ動画でもお送りしたんですけど、ダブルイナダを釣ったその船の船頭さん、船長さん、船に乗るんですね。今日船の、そう、すごい、船に乗せてもらって釣りするんですけど、うん、今日もね、去年同様、まあ稲田、ダブル稲田とはいかなくても何かね、いいやつを釣れるように頑張って ね、はい、やっていきます。そして船に乗って沖に出るって言ったら、もうなんか何でも釣れそうな気するけどね。だけどそうでもないんです。現実はそうじゃない。現実そうは甘くないんで、いつも船に乗ってもやっとギリ坊主じゃなかったっていうね、そういう釣りばっかりですね、うん、終盤じゃないですかね、はい、はい、終盤に釣れるパターンが結構あるかな。そうだね、はい。そして何、今日はあのこいつ、あ、それ何、うん、買ってきたの今日のために、はい、ジグなんですけど、今日のためにこれ買ってきたんですけど、はい、黒ひょうっていう名前なんで、そこ置いて、はい、ちょっと紹介しましょう。 60g の、はい、まあ、ジグの名前なんだか忘れたけど、黒ひょうっていう、黒ひょうジグ、黒ひょうジグっていう名前なの。俺がつけたんじゃなくて、ちゃんとした黒ひょうって。あなたのストロングの、そうそう、僕の相棒をこうね、うここに肩組んで、うん、本当はいるはずなんだけど、今日はちょっといい、ストロングいないから。これね、これが、そう、これが黒ひょう、黒ひょう相棒、はい、黒ひょうと一緒に今日は釣ると。そう、これが黒ひょうですから、はい、ね、分かりました。今日一緒に頑張っていきますので、はい、ね、よろしくお願いします。今日はね、楽しい釣りするぞ。これを機にね、ストロングが伸びていくようにね。すいません、今はちょっとやっぱりついチャンネルからお送りしております。はいはい、この動画は古い方の、古い方のやっぱりついチャンネル、古っちい、こちらの方も皆さんよろしくお願いしま す、ね、はい、ね、分かりました。今日は一日よろしくお願い、はい、いたします。はい、第一クールに、ね、到着しました。今からあのアンカーを下ろして早速、ね、ジギングをしていきたいと思います。今日はね、目標はまあ僕は最低、前回行った時2匹釣ったんですけど、今回も2匹釣れるように、まあ、2匹以上釣れるように頑張っていきますので、ね、よろしくお願いいたします。では始めます。第一クールですよ。第一クール、わあすごい、もう、はい、もう全然何も見えません。黒ひょうで来ましたよ。みんな見てください。お、本当だ。黒ひょうで。おお、暴れるね。黒ひょう。ライトともっとさ、伸ばして、伸ばして。キャッチ。おお、すごいね。早い。早い。早い。これやめちゃう、スイッチだ。朝一でできたよ。すごいね。早いね。早い。黒ひょうで。稲田すか。あー、ね、いいじゃん、いいじゃん。
まず。みんな、みんな、朝一お座り。これ、稲田釣りました。大変だ。稲田だね。うん。じゃあまあ、はい、これからね、引き続きまた釣っていきます。お願いします。はい、まだ開始5分ぐらいじゃん。5分。はい、また何かヒットしましたよ。この幸運男はすごいです。すごい、なんかまあまあの引き、これなんかすげえんじゃないのこれ。違う、カモはいらん、いらないです。カモなし。あ、さっきと同じやつさっきと同じやつではないけど次は第2クールです。第1クールでは稲田が釣れたんで、第2クールでもきっとまたね、さらにワンランク大きくなったワラサが釣れるといいですね。じゃあね、また今からここでね、竿を垂らして大物釣るぞ。行くぞ。黒ヒョウですよ。これが黒ヒョウです。一番信頼できるやつ、黒ヒョウ。ありがとうね。まだまだ釣るからね。お、ピチッ。あ、なんか、こうが素晴らしい。はい、やった、ちっちゃいけど大変だ。あ、ちょっとカメラください。あ、くださいじゃねえ、見せてください。はい、だ。映せる。おお、おお、すんげえことだよ。やった。まあまあね、おっ、ちっちゃくもない。小さいけど。いや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 、いいでしょう。よかったです。はい、なんか一言ください。やりました。おめでとうございます。いいね。じゃあぜひね、美味しくタイ飯かタイの刺身でもなんかしてくださいよ。ね、はい。おお、立派だ子だ。立派だ子だ、立派だ子だ。素晴らしい子だ。いやー、いいっすね。おめでとうございます。おお、でもいいサイズだ。あっぱれ熊五郎さん、何か来た。それいるんだよね。グングン。おい、来てます。大きいのよ。よっしゃ。何これ、トラ。よし。すごい。すごい。これ。いや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 。すごい。でけえ子だ。でけえ。でっか。今日みんな来てるな。持ち上げてほしいな。ちょ、クマゴロさん、すごい。やばい。あっつた。あ、噛んだ噛んだ。あ、噛んだ。あ、噛んだぜ。噛んだ噛んだ。おお。やりました。フグもまあこういうね、高級フグとなる。料理してから。はい。俺料理してから。あ、じゃあお願いします。じゃあこれ料理して。もらって食べるんで。え、何死んじゃうよっていう声が聞こえましたけど。やばい。やめてください、そういうこと言わない。免許がある人しかそうダメです。じゃあ免許持ってる人に頼みましょう。止まれ。お、すげえ。頑張れ熊本さん、ファイティ。熊本さん、熊本さん、何来たんだろう。すごい引きです。ものすごい竿のしなり。ヒラメやん。ちょっと待って、まだまだ。おっ、でかい、すげえ。これがめちゃくちゃですよ。ちょっと待って、すんげえんだけど、ちょっと、すんげえんだけど、はい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ねえ。よし、行け、よし、行け行け。全然釣れない初心者釣り師がやりましたよ、ヒラメ。初ヒラメやん。初ヒラメだ。あ、本当だ。初ヒラメ。やりましたよ、ヒラメをゲットしました。すんげえんだけど。ヒラメです。いやー、いい、はい、いい顔だ。こっち側がライスでね、はい、こっちがそりゃカレーでしょ。ヒラメライス。はい、ここ行ったのか。このす加藤プロ、何か来ました。何ヒラメだっていいな、俺も。なんかあんま喜んでないんだけど。なんか冷静すぎてさ、それがクールなのかな。
なんか強いな。あ、抜け、あ、びっくりした、抜けたと思った。すげえ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 んだけど、マジですげえぞ。マダイじゃねえのこれ。あ、カモだ。ちょっと待ってね。あ、カモ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、あよー、わからない。ブリ、フグ、フグの可能性あるな。なにこれ。さっきの2倍以上ある。キモい、キモい、キモいんだけど。逃げようとしてる、一生懸命。あ、でっけ、あっぱった。ちょっと待って、ちょっと待って。イエーイ、かっこいいね、かっこいい。やっべ、キモい、初めて見た。おめでとうございます。父さん、何か、なんだこの、何をあっぱる、何。あ、マダイじゃねえの。あ、あんだ、タモね、ごめん、すいません。母さん、なんとかしのいで。あざーす、あざーす、タモある。さあ、熊五郎さん、おう、おう、ほぼや、ほぼだ、ほぼだ。はい、はい、はい、どうですか。いい笑顔です。はい、おめでとうございます。直吉さん、はい、なん、よく見せてください。ああ、いいね、すげえ綺麗だ。じゃあ、どうぞ、対面しように。おー、すいません。でも泳いでない、少し。なんかまた来ました。またフグでも見せてくれるのでしょうか。いや、ね、俺ヒラメっぽい、なんか。マジ違うかな。マジで、ちょっと待って、マジマジマジ、すごくないですか。したら、したら、ちょっとタモ寄せか、海がありませんように。あ、ヒラメだ。タイじゃない、タイやん。おーらら、暴れる。はい、よし、ごめんなさい。はい、一丁上がり、濃いです。みんな見てよ、これ、このフグ、ほんとこれとこのフグの違い、ヒラメもいっぱい、こんなにすごいね、大量だ。うわ、すげえ、こんなに、こんなにいます。すごい、今日大量です。本当に素晴らしい。はい、ここが第3ポイント、第3クールになります。今からね、まだまだ魚が来ると思いますので、もっとね、タイトに攻めていきたいと思います。全然釣れなくなってしまいました。ただ今第5クールに到着したんですけど、結構ね、周りに船がちらほら止まっています。今から本当のね、釣り本領をね、発揮しますので、次はもうバラさないようにやっていきますからね。さっきからね、3回4回とバラしています。次はバラさないで、ちゃんと鬼フック、鬼合わせをしたいと思います。そして沖の釣るぞな。黒ひょうで来ましたよ。みんな見てください。お、本当だ、黒ひょうです。おー、暴れるね、黒ひょう。バイト、もっとさ、伸ばして、伸ばして。キャッチ。おー、すごいね、早い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 。これがめちゃくちゃ、ちゃアイナメから。
軽いんだけど。はい、何が釣れてるでしょうか。だいぶ軽いものが釣れてます。まだ見えないな。な、何が来るでしょう。いるし。あ、金頭です。金が。おお、なんかすげえ。美味しくいただきます、はい、ありがとうございます。はい、はい、さあ、ここは大型漁場です。たくさんの船が止まってます。どうですか。何でしょう。金頭。はい、重くないです。ここ、重くない。重くないけど、でもまあ。まあ何かな。何か来たっていうことでいいでしょう。お、直吉。何みんなしてっつって俺だけ。こっちも金頭な。二、はい、人してダブルいな。ダブルかなちゃん。なんで部長だけ釣れないんでしょう。え、何来たんですか今度。すごいしなってますけど。でも、いい金頭。大丈夫ですか。何これ。ヒラメか、カレー。ヒラメ。いやーい。おぉ。ヒラメヒラメでした。なかなかの方々が直吉言いました。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。はい、どうぞ。ここもちょっと方々と金頭のラッシュですけど全然俺だけ釣れないんですよ。一発目ね、一番誰よりも早く来たのに、その後ぱったりと来ませんね。そうなんです。終了しました。今日終了しましたね。まあ約6時間ぐらいの釣りになりましたけど、まあ結果的にはね、みんなすごいんだよ。こんなにほら、何これ、すごいんだけど、これ結果的にはこれと、あとお隣でげえ。結果的にはみんなこう頑張ってくれたんで、船長含めみんな頑張ってくれたんで、大量です今日は。ただ僕は稲田一だけ一番最初の、うん、まあ、すごい勢いだったけど、勢いだけはね。まあでもこれがやっぱ部長の釣りかなと思った。なるほど、うん、でまあ今日ね、黒ひょうに頑張ってもらったから、それでいい ね、なくしてないし、次も黒ひょう使って釣り楽しんでいきたいと思う、はい、まずね、今から漁港に帰ります。ここから1時間です。じゃあまたね。今日一番の芋ってこ何、どれ。今日ね、一番の芋の、まあまずね、うちのね、我らが熊五郎さん釣ってくれた、ね、これですよね、はい、高級魚、はい、に対して、でかさすげー、異常だぞこれ。ガーン、うん、うわっ、うわっ、うわ、無限だけどマジで。これをね、みんなにね、こういうフグを釣ってもらいたいね。それがあなた開始から開始20秒ぐらい。20秒ぐらい。しかも2投目です今回も。これ稲田釣れました。黒ひょうで来ましたよ。みんな見てください。お、本当だ。黒ひょうで。おお、暴れるね。伸ばして伸ばして。はい、キャッチ。おお、すごいね。早い早い早い。これがめちゃくちゃ。朝一でできたよ。すごいね。早いね。早い。黒ひょうで。これでも稲田すか。ああ、
いや、いいじゃん、いいじゃん。まず。みんな、みんな、朝一お座り。これ、稲田釣りました。大変だ。稲田だね。うん。じゃあまあ、はい、これからね、引き続きまた釣っていきます。お願いします。はい、まだ開始5分ぐらいじゃん。5分。